右腰、これを後ろに引きます。その場でボディーターン、右のお尻があるところが左のお尻がある方向に移動してください。右腰を引くと、これが非常に重要なパッツインのポイントになります。おばちゃん、それ何意識してんの？これですか？うん、腰が動かないように、うん、右にスウェーしないように、うん、ここを止めて打ってます。なるほど、腰がスウェーするスイングっていうのは良くないもんね。はい、うん、その意識で腰を動かさないようにして打ってる。動きが窮屈じゃない？打ちづらいんですよね。すごいすごい打ちづらそうだったよ。はい、右にスウェーするっていうのは良くないことなんだけど、おばちゃんのやり方だと右にはずれないかもしれないけど体は回らないし、はい、強いスイングにならないよね。うん、なんでそのやり方間違ってます。はい、正しいスウェーの防ぎ方、そこについて学んでもらうといいと思うんで、はい、ちょっと説明してスイングをやっていきましょう。はい、おばちゃんのさっきのやり方っていうのは、はい、スイングで腰が右にこうやって動いちゃうと体の中心っていうのは右にずれちゃうよね。はい、これはスイングでミスになっちゃうね。右にずれて、はい、これを戻そうとして左に突っ込んだりとか、うん、右にずれたままになっちゃったらそのままダフっちゃったりとか、そういうミスになっちゃうよね。はい、それを防ぐために今オガちゃんはここ絶対動くなって感じやってる。そうですね、右足強く踏ん張って、はい、ここが動かないように固めてバックスイングを回す。はい、こういう風にやってたと思うんだけど、これだと当然下半身が動かない状態になって上半身のねじれだけに頼る打ち方になっちゃって十分な回転は取れないので、はい、これだと強いスイングっていうのはできないので、正しく右にスウェーを起こさないでその場で回る方法、うん、これについてちょっと説明していきます。はい、まずバックスイングに入った時、この右腰、これを後ろに引きます。このように後ろに引いてもらうと実はその場でボディーターンができる。これでも右にずれてる？いや、ずれてないですね。これずれてないよね。はい、ずれてないけど体は大きく回ってるよ。はい、この体勢が取れてくると、あ、バックスイングでスウェーせずにその場で体を回すスイング、こういうのができてくるので、そしたらちょっとやってみましょう。はい、はい、こっからバックスイングで右腰を引くようにして動かす。そうだね。こうすることで体はスウェーしない状態で正しくバックスイング、体回ってる。これでそうですね、これ回ってます、ね、体が大きく回せるので、はい、多分正面から見てもらった映像でも全く体が右にずれてないと思うんですけど、これが非常に重要なバックスイングのポイントになります。で、右腰を引くって言ったときに、まあ、例えば今の1個目の意識なんですけど、別のパターンでイメージしてもらっても、この右にスウェーせずにボディーターンを起こせるスイングになるので、そのイメージをちょっといくつか説明していきます。はい、2つ目の意識っていうのは、ここから右腰を引くようにしてバックスにしてみてください。そうそう、そのままいいよ。そう。こうしたときに、1回戻ってもらって、今度はこのお尻に注目してみててください。そう、右のお尻が左に移動したよね。わかる？はい、もう一回戻って。この右のお尻があるところが、はい、左のお尻がある方向に移動していくわけね。右腰を引くと、うん、そう、お尻の意識でいくと、この意識を使ってもスウェーを防いだ正しいバックスイングっていうのができてきます。はい、これは意識するのは人によって違うので、今のが一つ目、スウェーせずにバックスイングに入る意識です。もう一つ言うことですけど、今度は今までの話っていうのは右サイドの話をしてる、はい、右腰であるとか右のお尻とか、右足が意識しづらい人っていうのは今度左の腰を意識します。はい、構えてもらって、はい、左の腰を前に出す。そう、この左の腰を前に出す意識でも正しくスウェーせずにバックスイングしてますよね。これで右サイドが右サイドを引くってことは、はい、左腰が前に出ること、はい、これとイコールで、はい、こっちを意識してもらってもいいんで、このどっちかの意識でいきましょう。はい、私の場合は、うん、左腰を前に出す
思うのがやりやすいかもしれないですね。なるほどね、はい、そこはやっぱ人によってね、はい、個人差があるんで、これ左腰を出すときに1個注意点、はい、っていうのを忘れてたんだけど、はい、構えてもらって、この左腰のスタートライン、はい、この腰のこのラインに沿って前に出すように意識してください、はい、これ沿わせたまま前に出してみようか。そう、こうすると据えせずに体が回せます。これが例えばだけど、この左の腰の線から離れてみて、右に、そう、こうやって回っちゃうと右にずれながら、はい、左腰は前に出てるんだけどずれて腰が前に出るっていう、ちょっと最悪なスイングになっちゃうんで、はい、意識としては構えた時のこの左腰のラインから離れずに回る、はい、これを意識してもらえるといいと思ってやってみてください、はい、右腰が正しく引けてるか引けてないか、うん、水泳説に引けてるか引けてないかの目安をちょっと説明しておくんですけど、はい、今度は構えてもらったら、ここの右腰に、まあ、スマホとかのアプリで線が引ける人とかそういう人は線を引いてほしいよ、ここに、はい、この線から右腰を後ろに引くように体を回していってください。離れるように、これが離れたら正しいバックスイングができてます。この右腰の線から離れるようにして回れば、スウェーせずに体が回ったバックスイングになります。これが右腰、この線に沿ったまま引いてもらっていい。そう、これだと右にずれてると思うので、映像上もね、これだと右にスウェーしたバックスイングになっちゃって、ずれたりバックスイング、こういう状態になっちゃってるので、はい、そこはスマホとかで撮影した時にしっかり確認をしてもらって、簡単にチェックできるポイントになって、自分のバックスイングがスウェーしてるのか、はい、してないのか、ここをチェックしてもらえるとスイングの安定感増してくるので、はい、はい、左腰の時は左の腰の線に沿ってます。これはそう、沿ってます。そう、左腰の場合は反って出す、そう、線から離れないように腰を出す、はい、右腰の場合はこの線から離れるように体を回す、はい、はい、このね、2つの違いがあるんで、はい、そこはしっかり注意してもらって、はい、はい、ありがとうございます、やってみます、はい、やってみましょう。